つ前の動画で、中井戸孫氏ご本人から、こんなコメントが来ました。どうも、中井戸です。連絡先が見当たらなかったので、コメントに書きます。レイヤさんのことは知ってはいましたが、これだけ僕の動画が出ていることは、知らなかったので正直驚きました。メタタグのことなど、僕も気づいてなかったことの指摘は、痛いところでもありますし、ありがたい面もあります。しかしながら、ここまで多くの僕個人に関する動画を出されると、正直怖いです。一本や二本なら僕の炎上動画の属性上そういうこともあるかと思いましたが、最近僕や、僕の家族も大きく体調を崩すこととなり、無視できない状況になりました。ですので恐縮ですが、僕に関する動画を全て削除していただけないかと思い、コメントさせていただきました。ちなみに僕のチャンネルも、削除要請のあった動画は全て削除しております。7回以内に対応していただけない場合は、本当はやりたくないんですが、弁護士経由で情報開示請求を行い、僕への誹謗中傷に対して争うことにします。なお、このチャンネルの動画やコメント欄などは全て保存しております。僕としても、レイヤさんと争いたいわけではありません。個人的な恨みらはないので、動画を削除していただけるのであれば問題ないです。繰り返しになりますが、僕の方でも言及しているゲームの運営様からの、削除申請があった場合は削除しております。本音を言うと、その熱意と分析力を見たときに、できればもっと別の出会い方をしたかったなと思いました。YouTube 通知は気づかないので、公開しているメールアドレスの方に、返信していただければと思います。突然このようなコメントを送りつけてしまい、驚かれているかと思います。申し訳ございません。なんとか対応していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。一瞬、なりすましかと思ったんですが、中井戸さん本人のアカウントでした。このコメントに対して、この場で返事をさせていただきます。この動画は急遽作っているので、立ち絵の表情は一切動きません。日本語の不備などありましたらすみません。このコメントを見て、どうしようか考えました。このチャンネルは完全に趣味でやっているので、裁判をするのは面倒ですし、別に動画を削除してもいいかなぁ、とも思いました。面倒事を避けるなら、動画を削除するのが得策です。ただ、よく考えると、誹謗中傷で裁判を起こされて負けるかどうか、正直微妙なラインです。それに、ここで彼の言うことを聞いて、動画を削除した場合、今後、中井戸が批判者に対して、同じように裁判をちらつかせて、削除させる可能性があります。それは、非常に悪い前例を生むことになってしまいます。実際、少し批判されただけで、弁護士をちらつかせて、投稿を削除させる大物有名人はたまにいます。それでもう一度、考えました。結論を言うと、動画は削除しません。裁判を起こしてもらって大丈夫です。もし、裁判をほのめかして、削除しろと脅されると、大抵の人は怖くなって、投稿を削除してしまうと思います。裁判ってお金かかりそうだし、なんか面倒くさそうですからね。ただ私の場合、YouTuber という、特殊なポジションです。YouTuber としては、むしろ動画を削除せずに、裁判まで発展させた方が、最終的にメリットの方が、多くなると考えました。おそらく裁判した方が、私にとってメリットが多くなります。その理由を説明します。もし私が裁判に負けた場合、お金を支払うことになります。しかし、YouTuber は注目度が高ければ高いほど、広告収入が多く入ってきます。なので裁判の過程や進展を、逐一動画にして、収益を得ることで、もし仮に裁判に負けた場合でも、長期的に赤字になることは、おそらくないだろうと判断しました。また、悪質 YouTuber の脅しに屈して、面倒事を避けて動画を削除するのは、社会的にも良くない気がします。彼の他にもエアプレビュアーはいますし、悪質 YouTuber は大量にいます。悪質 YouTuber がやりたい放題な、今の状況に警鐘を鳴らすためにも、動画は削除しません。また、このチャンネルでは、今後も悪質な YouTuber を、動画で紹介していく予定です。たとえ裁判を起こされても、それは変わりません。私は動画を作る際、ギリギリセーフなラインを、自分なりに線引きして、作るように心がけています。誹謗中傷に関しては、どこからがアウトで、どこまでがセーフなのか、非常に難しい問題です。なので、その微妙なラインを、確認するという意味でも、裁判は一度やっておいて損はないと思いました。敗訴した場合は、猛省し、今後の動画作りの参考にさせていただきます。当然、敗訴しても動画投稿は続けます。というのが、現時点での、今の私の、暫定的な考えです。脅しのリミットは7日間です。それまでに、私の考えが変わる可能性も、一応あります。というわけで、このまま行くと、中井戸大レイヤという、法廷オフが実現します。裁判を見に来たい人は、見に来てください。言うまでもないことですが、俺はただの一般成人男性です。ツインテールの美少女ではないので、出会い中は来ないでくださいね。さらに言うと、裁判に発展させることで、中井戸さん側にも、結構なダメージを与えられると踏んでいます。こちらをご覧ください。これは、私が投稿した、中井戸さんへの批判動画の、高評価率です。現在、高評価率が、83% となっています。登録者40万人の YouTuber を批判する動画だったため、投稿前は、高評価率が 20% くらいになると、思っていました。しかし蓋を開けてみたら、83% と、思いのほか高評価率が高いです。こちらは、最新の動画の高評価率です。仮
彼の釈明動画のおかしいところを指摘する動画でした。数がまだ少ないですが、高評価率は 92% となっています。的外れな批判をしていたらもっと低評価の割合が高くなるはずです。なので私の批判は客観的な指標から判断してもある程度の正当性はあるはずです。訴えられないギリギリのラインを攻めているつもりでしたが、これが許せないというのならもう裁判するしかないです。彼が動画の削除を迫っている件については早速八馬党のまとめブログで取り上げられています。そこから来た人もいるのではないでしょうか。そのせいでこのチャンネルの動画の再生数がかなり増えています。騒ぎを大きくしてこのチャンネルが有名になればなるほど最終的に困るのは中井戸さんですよね。裁判にまで発展するとこのチャンネルの影響力がさらに増していく可能性もあります。そのためあえて裁判をして大騒動にすることで中井戸さんの正体をさらに多くの人に知ってもらうことができます。最初は裁判とか面倒くさいなぁと思ったんですが、よく考えてみると私にメリットが多いように思います。中井戸さん本当に裁判するんですか？私はそれなりにお金があります。よく誹謗中傷の犯人が無職で金をろくに取れなかったという話がありますが、私の場合はそんなことありませんよ。中井戸さんが本当に開示請求をしたら私も弁護士を立てて争うことになります。私としては勝っても負けてもそんなにデメリットがない感じです。1週間後と言わず今すぐにでも開示請求をしてください。もし法廷オフが開催される場合は裁判などの手続きに時間がかかるため、だいたい2022年の後半くらいになるかと思います。なお裁判に発展しなかった場合、法廷オフは中止となりますのでご了承ください。まず中井戸関係の動画を全部消せっていうのは意味がわかりませんし、それは絶対にできないです。この後本人にもメールを送りますが、動画の情報が間違っている場合は対応させていただきます。どの動画のどの部分が間違っている、ここは訂正してほしいという具体的な要望が本人からありましたら、内容を確認した上で問題があると判断した部分はカット編集または動画ごと削除させていただきます。さすがに全部消せはないでしょう。裁判ちらつかせればビビってこっちが動画を消すとでも思ってるんでしょうね。私の動画のせいで中井戸さんとその家族が体調不良になっているということですか？いや、私は事実を陳列してるだけなので、ただ事実を陳列されて体調不良になるのなら他人に責任転嫁するなよとしか言えません。いい加減被害者面するのはやめませんか？あなたは加害者です。中井戸さんが今こうなっているのは全部自業自得ですよ。私が批判動画を投稿しなくてもいずれ何らかの形で今までやってきたことが晒されていたはずです。私と裁判したところで何も状況は好転しませんよ。むしろ悪化する可能性の方が高いと思いませんか？中井戸さんが今できる最善の行動は視聴者に本当のことを言って心から謝罪することではないでしょうか？と私には思えてなりません。そうしてくれれば私も空気を読んでもう中井戸さんをいじる動画は投稿しないと約束します。もし今中井戸さんの被害を受けたゲーム会社から連名で訴訟を起こされたりしたら、カードショップの資金繰りがショートして借金をこさえる可能性もあります。 YouTube の外でバトルする気ならそういう風にこちらも働きかけるつもりですし、徹底抗戦するつもりです。というわけで現時点での考えはこんな感じです。ご意見、ご感想、また、過去の判例や法律に詳しい方からのアドバイスもお待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。